皆さんこんにちは、ダイタラです。フォーエバーブルールミナス、今日もやりましょうか。さて、まだアンベールっていうねやつ、魚の正体を暴くやつなんですけど、それをね、次500しないとストーリー進めることができませんが、全く進む気がしませんね。残念ですが、まあとりあえずね、今日も探索続けていきましょうか。さあ、海の中でね、魚をたくさんね、発見する、そしてね、お宝をたくさん見つけるっていう、この2つですね、を主軸にやっていきつつ、なんかね、つくも図鑑、つくも版っていう、なんか99個海にある謎ってやつをね、解いていきたいんですけど、前回ね、なんか偶然よくわかんないやつ見つけたんだよね。なんか、ちょっとこういうのとかもね、しっかりと見つけながら、今日も進めていきましょうか。はい。で、お金あんまないか。いいか。ちょっとランク2になったんだけどさ、なんか買えるようだったやつちょっとだけ見とくか、でも、せっかくだし。ランク2。なんか、いろいろカラーリングとかで、あ、お金で、あ、買えるようになるんですよ。ほら、これで、レッド。レッドにする、とりあえず。ね。いろいろと買えるようになったんだよね、これで。カラーリング。赤、あ、いやいやいや、全身レッド。よろしくお願いします。はい、来ました！レッドダイダラ。いやー、赤いやつやな、これ。全然スキューバダイビングしてる感じせん。でも、実際みんなどの色が好き？デフォルトだいぶいいな。デフォルトが、デフォルトがだいぶいいっていうのが、ちょっと、ランク10から、あ、これかっこいいな、ランク10の赤と黄色のやつ。ねえ。ねえ、無難にでも黒っぽいのがいいけどな、俺は。無難に行くなら。ねえ。むずいな、これ。でも、ランク25まで上げたら、なんか、いろいろと、いろんな空張りがあって、かっこいい。いろんな楽しみができる。怖い、怖い、怖い、怖い。白、オール白、マジで怖いけど。45。待って、なんか、すっげえ。99まである。目指せ99。まだザコカラーですが、よろしくお願いします。聞くか。みんなでダイビングやった方がいいのかな。ね、まあ、一人でやるか、まず。まだここ、だって、投破率 2% か 3% だよ。ね、前回、なんか2、30分くらいやったんだけどさ。全然わかんない。はい。調査開始4日目、昼。なんか4日目まで行ったんだ。今のところ。はい。じゃあ探索ちょっとしていきましょうか。さあ、このゲームね、まあ、探索、右上のミニマップをとりあえず埋めていこうっていう手で、今頑張っておるんですけど、お、初めて見る。え、起床式だ。都、テングハギ。横島模様の都テングハギ。変異種。色やば。環境に珍しい横島模様のついた都テングハギ。いきなりいいの引いたね。ドローンの調査結果によると、ドローンとかいるんだ。この海域には本種の天敵が非常に多いことが分かった。へえ。横島模様には輪郭が不鮮明になり、動きが読まれづらくなる効果がある。なるほどね。は生き残るためにそうしたより狙われづらい体表に進化したのではないかと考えられる。天敵が多い分ね、自分の身を守るためにそんなことになっているらしいです。すごいな、魚の進化ってすごいね。これ何これ。さて、君は南洋ハギだ。俺でも知ってる南洋ハギ。南洋ハギ、鮮やかな青い体と黄色の尾びれが美しい。結構でかいんだね。サンゴ礁こんなでかいの。定番の一種と言える海水魚の中では飼育しやすい魚と考えられており、水族館でもよく見られる。体は平べったい形状で、尾の付け根には短い棘を持つ。通常は藻類などを食べているが、葉菜類をよく食べるためレタスを与えている水族館もある。レタス食べるんだ。え、ちょっと待って、このゲームやった後に水族館行きたい。だよな、みんなもそうじゃない。このゲームやった後水族館行きたいよね。さあ、ちょっと待って、お宝見っけました。チェック、ツボ魅惑的な陶器、星に、やったー。すげえぞ、このゲーム。何でもありすぎる。今、魚いっぱいいたよね、ここ。また見っけた。なんだ、おめえらは。全部知ってる魚か、これは。ね。花恋とかだね。こうやって知ってる魚とかもいっぱいいるんだけど、サイズ更新とかもあったり、今なんかエネルギー吸収してたよね。これは誰だい？途中でやめてもいいのか？マックスまで貯めなくても。ね、マダライ！マダライ！でかっ。サデエイキやガンショウイキのそこに生息する大型のエイ。ね。インクを撒いたようなまだらな斑紋が特徴的。エイは下見るの好き。背面とは対照的に白っぽい。大きくゆっくりと海底を泳ぐ様は動くカーペットのようである。本当だ、カーペットみたい。他のエイラグだ、ラグ。
鬼は毒を持つ鋭い棘がある。え、あれか。接近する際は注意をした方が。みんな刺されないようにね、あそこに。結構刺してくる魚って結構いるんだね。本当。これは？君は？変異種だ。何これ？赤色の色ブダイ。色ブダイ。顔やば。色やば。非常に珍しい色ブダイ。おそらくこの海域にのみ生息する藻類を食べたことによって体表が特別な色に変化したと考え。変異種ってこのゲームだけのかやつなのかな。たとえ体が人目を引く赤色になっても、ね、無然とした色ブダイ特有の表情や小さな口に変わりがないよ。口かわいいで。色ブダイ、なんかめっちゃ泳いでる。なんだお前らは。なんかでかいのもいる。あれはナポレオンフィッシュか。マグロじゃねえこれ今度こそ。ね、じゃあね、ビンナガ。ビンナガ、一般的にはビンチョウマグロの名称で知られる。ビンチョウマグロね。の長く伸びた胸びれを日本髪の左右部分ビンになぞらえ、この名がついた。マグロの中では小型な方である。あ、これもちっちゃいんだ。でかいけどな。中層域を回遊する。柔らかく白身がかったミシシは寿司種としても人気があるほか、ビンナガ、やや高級なツナ缶の原材料として用いられている。ビンナガがビントロなの？ちょっと待って、調べていい？あ、ビントロなんだ。俺ビントロすげえ好きなんだよね。お前だったんか、俺が好きなのは。ねえ、なんかよくわかんないまま俺食ってたんだな、寿司とか。ねえ、みんな知ってた？ビンチョウマグロの、ちゃんとなんか意識しないと、なんかそこら辺にあるものの名前ってわかんないもんですね。本当。でこっちほぼニューじゃないの？これなんか初めて見るのいる。何こ、この子、さっきのやつの普通の方じゃね？ねえ、色ブダイだ。さっきの変異種と違う。水深の浅いサンゴ礁や口ちっちゃ。生息する。オスはサイケデリックで鮮やかな緑色だ。サイケデリックだ。メスは地味な茶褐色である。これサイケデリックだわ。小さな白い体に大色の柄で動きも可愛らしいため、ダイバーから非常に人気がある。人気なんだこれ。可愛いよね見た目。鳥のくちばしのような独特な形状になっている。いい魚。魚としても知られる。あ、美味しいんだ色ブダイも。色ブダイ食べます。ごちそうさまです。ああ、連打しちゃった。ねこれ。磯マグロ。でけえ。いっぱいいるよ。磯マグロ。比較的浅い磯周りにいることが多い。なるほど。主にサンゴ礁や岩礁域の表層付近に生息する。浅いとこにいるマグロ、ね。背びれの前端が低めであること。側線が後半身では波打っていることから多種と区別ができる。小型の個体は大きな群れで活動することが多いが、大型になると小さい群れや単独で行動する機会が多くなる。マグロ確かになんかずっとみんなで回遊しているっていうか、すっごい集団行動してるイメージある。何これ？タチウオ的なやつ？これなんだこれ？細長いの。違うな。なんだこれ？あー、カマス！鬼カマス！ちっちゃ。鬼カマス、カマス科の中で最大の大きさを誇る魚。すごい顔。生息域によってはシガテラ毒を持つため、毒あるんだ。は毒カマスという別名を持つ。毒カマス。が荒いため、ダイバーにとって危険な魚として紹介される種もある。危ないやつなんだこいつ。大きい歯を持ち、全長は大きいもので2メートル。噛まれるんかな。産卵期は群れを作るが、単独でいることも少なくない。群れることもありますってやつね。いろんな魚いる。ここも面白すぎる。ここにニューがいる。誰だお前は。ブラックパーチ。ブラックパーチ、何これ。ケルプの森の近くや岩礁域に生息する。ほう、海タナゴの仲間。タナゴか。確かに小規模な群れを形成して遊泳していることが多い。ブラックと名前にあるが、かっこいいよね。体色は暗い赤褐色から黄褐色の個体も多い。俺はブラックダイだな。体の表面には横帯の模様がある。肉食性で甲殻類や軟体動物を食べるが、魚についた外部寄生虫を食べることもある。あー、寄生虫も食べる。何でもする魚なんだね、ほんと。なんかこの L のやつあるじゃん、これ調合しても見れるんだよね、これ。長押しして最後までやっちゃった方がいいのかわからないや。何これ。え、マジ何これ。ウスバハギ。ウスバハギ、カワハギの仲間の中。カワハギ本種は大型で、角生えてんぞ。全長は75センチメートルにもなる。いわゆる典型的なおちょぼ口の顔をしている。あ、かわいいよね、おちょぼ。ウスバのように極端に体が平たい。そのため、羽子板、
うちわなどと呼ばれることもある。幼魚には反紋がある個体もあるが、制御になると薄まり、ある程度群れで行動するように。お前ぼっちやけどな、今。なかなかにいろんな魚がおるな。上もなんか今映ってなかった、今一瞬。気のせいか。カメラ回せるからね、やっぱ。あ、はてな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 。なーんだ。蝶々上か、これ。また、違う。笛やっこ台。笛やっこ台。独特な姿形と口がすごいな。鮮やかな体色から観賞魚として、ダイバーからも人気がある。人気の魚です。口先をサンゴや岩の隙間に差し込み、隠れている小さな生き物を食べている。あ、口で、そう、鳥みたいに食べるんだ。ツンツンツン。逆さの姿勢で休む。この時、背びれは身を守ることに使われるため、危険が多い方に背を向けて休息をとっている。やっぱ生存本能的なやつはあるんだね、ちゃんと。なんだこれは。ハゼだ。え、綺麗これ。黒ユリハゼ。黒ずんでいる後半身部分は黒ユリの花のように見える。ヒレの縁も黒ずんでおり、幼魚の尾には丸い黒色斑がある。流れのある岩礁域の斜面などで小さい群れを形成するほか、ペアでいることもある。海底から離れ中層を泳ぐことが多い。なお、いろんなとこ泳いでんだね。世界に2000種以上いるとされ、いっぱいいるだろ。分類が難しい魚でもある。もう黒ユリハゼって書いてるけど、なんかほんと実は個性でしたってこともあるかもしれない。ハゼは実は1種類で、この人間みたいに、で、髪型が違うだけとかかもしれん、実は。何これ、白い、怖っ。ホホジロザメ、食われるでこれ。白色のホホジロザメ。おいおい、これ本種はホホジロザメの穴のある白い死神と呼ぶに。なんで死神見てんだよ俺。これは白変種といって、色素の減少に。怖っ。体毛、羽毛、皮膚などが発火してしまったものである。全部白くなったんだ。ホホジロザメは近年でも複数発見されており、本種も同様に変異したのだろう。ガチで怖いけどこれ。白色の、連れて歩きたい。うわ、サメ連れて歩けないんだ俺。レベル上げなきゃダメなんだ、サメ連れて歩くには。サメ、いや連れ歩きたくない、怖いが。下、あ、でも一匹なんか初めて見るのいる。なんだ、ちっちゃ。シャコ、なにこれ。ウチワエビだって。ウチワエビ、ちっちゃ。ウチワのように体が平たいエビね、平たい。身の危険を感じると後方に下がるように逃げる。あ、逃げるだ。シュ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 。卵から孵化した幼生個体は海を漂いながら成長するが、うん、クラゲ類に乗り、それを食べながら成長するため、ジェリーフィッシュライダーとも呼ばれる。クラゲ食べてんだ、乗りながら。エビと比べると柔らかい。うん、身は美味とされ、高級食材として流通する。食べたことあんのかな俺。ないかも。なんか長いのいる。ま、アナゴ。ま、アナゴ。比較的浅い海の砂泥域に住む魚。深場にカメラワーク終わってる。体は茶褐色で、いだ、側線上に白い斑点模様が点々と並ぶので、ウナギとの識別は容易である。ウナギとは、プトケファルスと呼ばれる透明な稚魚から姿を変え、この姿に変わる。透明な魚から変わるんだ。ウナギとは異なり、養殖は非常に難しいとされている。むずい魚、ウナギってその確立されてるんだ。ありがとう。いいもの見れたよ。ねえ、ちょっとこのマップの埋めるのはちゃんとやっとかないと。多分後でめんどくさそうだから埋めときましょうね、ここ。オッケー。さあ、踏破率がだいぶ上がりましたね、これで。さあ、だいぶマップも埋まってきたのかなと思いきつつも全然埋まってないね。ちょっとどうしようかな。あ、お宝がある、この辺に。右上のミニマップのところに光ってるやつをね、ちゃんとほんと見とかなきゃいけないんだけど、これマジで見逃す。出た。ブレードアイアン、これ前も見つけたけど。一旦こっちまでガーッと進んでみるか。なんでこの魚。え、イルカ？え？バンドウイルカ。バンドウイルカ。多くの水族館で飼育されている。よく見る、よく見る。イルカの代表的な存在。え、かわいい。最初につけられた和名はハンドウイルカだが、バンドウの呼び名が後から広まっていった。数百頭の大きな群れを作ることがある。そんな群れもあるんだ、イルカって。大型のクジラが作る波に乗って遊ぶ習性があり、好奇心旺盛。海中で会えば、間近で本種の泳ぐ姿を観察することができるだろう。すーげー。スキューバダイビングしたなるな。海怖いけど。これは見たことあるやつだな、全部ここら辺は。
え、イルカに会えたんだ、嬉しいな。ん、ステッキ、ステッキ。あ、上行くやつか、これ。上はいいよ、上は。マップとハリーさん 7%。なんだこいつ。なんだ君は、亀、これも。なんだい？ん？オサガメー！ウミガメじゃないんだ。なにこれ？え？甲羅と体ほぼ一体化してる。なにこの亀？知らん。オサガメ。今生きている亀の中で最も巨大な亀。そうなの？1億年以上前から存在しているが、やば！プラスチックゴミの誤飲や卵の洞窟、漁による捕獲などで数が激減し、あーね、絶滅が危惧されている。すごい顔してるよ。全身は牧場の川で覆われ、甲羅はない。甲羅ないんだね、ほら。サルパを食べる。体温を保つ機能を持ち、冷たい海域に生息できる。潜水は1200メートルまで可能されている。どこまで行けんねん。バケモンじゃねえか。え、ここなんかすごいいろんな生物いる、こっち。フグ、これ、なにこれ。ネズミフグ。めっちゃトゲトゲしてる。ネズミフグ。岩礁地帯やサンゴ礁域の浅場に生息するハリセンボンの仲間。ハリセンボンなんだ。全身にトゲがあるが、ハリセンボンと比べるとトゲは短く。あ、これ短いんだね、これでも。驚いたり身の危険を感じたりすると体が膨れ、イガグリのような見た目になる。僕ではね、僕は。名の由来は顔がネズミに似ていたためという説もあるが、ネズミ？定かではない。身は無毒のため、食用にもなる。食べれるんだ、持って帰るか。ねえ。いや、多すぎる。乳が多すぎるぜ。なんだ君は。さて、シリキルリスズメダイ。シリキルリスズメダイ。すごい。浅い海に生息する。最も小型のスズメダイの仲間である。ちっちゃいスズメダイに似ているが、本州は尾びれのみが黄色。プランクトンや小型の甲殻類、青と黄色だ。藻類などを食べる。病気になりにくく。観賞用として飼育されることも多い。体は小さいが、アクアリウムしてる人いるんかね。自分と同じかそれより小さい魚には積極的に向かっていく。俺これちょっとアクアリウムの店ちょっと見てこよ今度。見た魚いるってあるかも。パウダーブルータン。ブルータンだ。4色で塗り分けられた鮮やかな体が特徴の熱帯魚。水色、青、黒、黄色。イザダイの仲間であり、尾びれの付け根に鋭いトゲがあるため注意が必要。縄張り意識が強く、通常は単体かペアで過ごすが、パウダー玉と呼ばれる巨大な群れを成して泳ぐ姿でも知られる。パウダー玉、なんたら玉っていうのがやっぱ群れのやつなんだね。主に藻類を食べる。いっぱいいました。よし、これ何これ、おやつ誰、ヒトデ、これ毒ヒトゲ、何これ。鬼ヒトデだ。鬼ヒトデ探せとかあったんだよな確か。鬼人で、サンゴ礁に生息する人で、次の調査やないか。数年に一度大発生し、成長すると海底に沈む有機物の他にサンゴを捕食する。世界中で問題視されている。そんなヤバいやつなんだこいつ。途方もない金額が使われているが、対処療法で解決には至っていない。なるほどね。本種を減らす生物が少ないため、数は増える一方である。体表には毒のトゲがあり、毒もある。刺されると危険である。え、こんな手対処 しねえじゃん。美味しくもないでしょ。美味しかったら食うけどさ、ただ単純に厄介ボーイってことなんだね、あいつは。そいつは大変だよ。カメも泳いでます。あ、ここもまだ見てないよ。いっぱいいる魚ねえ。黄色ハギ出た。黄色ハギ、黄色いやつ。黄色の体が美しく綺麗なことから水族館などでもよく見られるポピュラーな魚である。幼魚の頃は群れを作り行動するが、今群れてます。成魚になると単独で動く機会が増える。浅めのサンゴ礁や岩礁域に生息しているが、水深45メートルほどの深さまで移動することもある。結構潜れだね。性格は温和な方とされており、主に糸状の藻類を食べる。俺1メーターも潜れないかも。人間は弱い雑魚だ。呼吸できないもんね、俺たちは。しゃあないよ。うん。アンベールが 4% 達成しました。だって。なんかでかいのいるんだよ。だーれ。まず、緑のやつ。で、デバススメ、デバススメダイだ。デバススメダイ。浅場のサンゴ礁域に群れが生息している小型の熱帯魚。
デバというその呼び名の通り、下顎の歯はやや前向きに飛び出している。なるほどね。グリーンとも言われる体色は下の歯が出てるんだ。光の当たり方下出っ歯で、下出っ歯様々に見える。基本的に群れをなして生活しており、臆病、身の危険を感じると一斉にサンゴなどの影に隠れる。へえ、ビビっちゃうんだね。で、でかいやつ、鬼糸巻きエイ。鬼糸巻きエイ、すっげえ口。プランクトンを食べながら比較的温暖な海を口開けながら浮いてます。腹部の斑点は個々に異なり、これね、古代識別に役立つ。コバンザメなどが食べ残しを狙い本種と共に泳ぐことは多い。なるほど。水面から高くジャンプすることがあるが、寄生虫を落とすため異性へのアピールなど、なんか分かってないんだ。行動意味については諸説あるようだ。諸説あります。エイかっこいいな。エイはやっぱ水族館でもやっぱ花だよな、ほんとね。えこれが多分いろんな魚をやっぱこうやってアンベールしながら行ってるってことなんだろうね、これ。ぶっちゃけよく分かってないんですけど、これアンベール基準。あー、これ初めて見るやつ。はい、エンゼルフィッシュ。キングエンゼルフィッシュ、クイーンエンゼルフィッシュとペアになるようにこの名がついたと言われる。なんか頭王冠みたいだ。確かにエンゼルという別名でも親しまれている。ヤッコの中では中型の部類で、頭トゲトゲしてるよ、ほら、かっこいい。水深50メートルよりも深場を好む。青や黄、橙が複雑に混ざるような柄をしておりね、体側に一本の白帯を持つ。頭部には王様の被る冠のような独特の模様がある。冠っぽい、かっこいい。エンゼルフィッシュ、キングだ。クイーンいねえかな、どっかに。中にいない、クイーン。あ、なんか お宝がある、中に。ねえ、みんなドアップです。お宝もらっていいですか、これ。すいません、いただきます。うん、つくも版王冠コイン、やった、すごいの見っけたよ、ここ。王冠コイン。これ、つくも版か、ついに埋まってしまったね。ちょっとずつ埋まうわ。王様のアイテム。でん。これなんか一番上にあんのかな、最後。王冠コインをゲットした古き王だ。うわぁ、これ攻略本ないと多分攻略できないなぁ、これ。このゲーム難しいぞ、さすがに。さあ、次、こっちも見に行こうか。いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。なんだこの魚。染め分けヤッコ。染め分けヤッコ。ヤッコだ。はっきりと色がバイカラーに分かれている見た目が特徴的。バイカラーかっこよくね。エンゼルフィッシュとも呼ばれる。めちゃくちゃ。体長は12センチメートルほどとやや小柄で、雑食性。付着藻類や小型の甲殻類以外にサンゴのポリプを食べる。メスは自分より体の小さいメスに対しては攻撃的になる。メスは自分より小さいメスに攻撃。怖っ。女の子怖いわ。性転換もする。すごい。うわ、なんか、いっぱいいる、いっぱいいる。アンベール、すごい。アンベールし、すっげーできる。これ何これ。え、ストップ。やば。色やば。ニシキヤッコ。本種の名前は、出たな、ニシキ。様々な色の糸で織られた色鮮やかな絹織物。ニシキのように体色が美しいことに由来する。ニシキってすごい由来されがちだね。体には横帯が8本前後ある。幼魚期には後背部に頑丈の丸斑が存在するが、制御になると薄まり消失する。稀に色彩が変異しているものや、縞模様が乱れている個体がいるが、それもまた愛好家からは人気がある。ちょっと模様がちょっと変わってるやつの方が人気ってよくあるよね、そういうの。エラー品ってまでは言わないんだろうけど。だいぶいっぱいいるなぁ、やっこさんも。よし。これ、大丈夫ですよ、これ。これ、今の、アンベールしてるんですよ、こうやってアンベールして。アンベールして、俺は今、ポイント稼いでるんです。こうやって。稼がんと、アンベールしていかないとね、ストーリー進まないからね。こうやって、アンベールしていきましょう、アンベール。これ、なんかでっかいやついるよ、ちっちゃいやついるやろ、ちっちゃいやつ。よし。最大サイズ更新とかで。なんかちょっと細いことしていきましょう、細いこと。最小サイズ更新。よし。なんだこれ、何この長いの。赤ヤガラ。赤ヤガラ、ヤガラ、矢の棒状の部分のように細長いことからこの名で呼ばれる。これ生きてんの、これ。サンゴ礁や岩礁域などの浅い海で生活し、小型の甲殻類や魚類を捕食する肉食魚である。正面成長するにつれ体色である赤色を濃くなっていく。
市場に流通する量が少ないため、ね、世界中で高級魚として知られ食用に用いられている。あ、高級魚なんだ。俺見たことすらないもんな、これ。うわ、いっぱいいる。おー、なにこれ。いや銀河目味。銀河目味、銀紙を貼ったような輝きの彩色をしている。幼魚は体が金または銀で、体の横に黒色の金か銀。産卵期になると、すげえな。オスの体は黒色へ変わる。条件が整った淡水域に生息するものもいる。淡水域もいるんだ。銀河メトルネードと呼ばれる。銀河メトルネードかっこいい。おい、銀河メタマじゃないのかよ。なあ、メッキかっこいいじゃねえか。メッキマンです。そして、カマス。カマス、浅めの海に広く生息している。ブーメラン型の横帯が腹部に渡り広く見える。カマス、さっきも言ったよな。よく似た魚としてオニカマスがあるが、オニカマスは横縞模様が側線の上半部に限られている。あ、そういう違いがあるんだ。毒がある個体もあり、食べると食中毒を引き起こすため、あらららららら、食用を禁止されている。みんな食べちゃダメだよね。そして、何これ。アラフラオセ、浅いサンゴ礁域に生息するサメの一種。サメ、これ。全長は約 1.8 メートル。口どうなっとんねこいつ。口元には海藻と見間違えるような皮弁が多数ある。これ皮弁なんだ。これ川なんだ。体は複雑な模様で擬態に優れており、すごっ、海底に紛れることができる。エイじゃないんだ。人が誤って本種を踏んでしまい襲われた事例もある。あらららららら。魚は待ち伏せ型が基本であり、魚類のほか甲殻類、イカなどの等速類を捕食する。人間も襲われます。お気をつけください。いっぱいいたな、魚が。金ピカいたよね、あそこに。なーに、あんたは。出た。あー、お前か金ピカは。マップ投破率が進みましたね、ちっちゃ。なんだ、お前は。あ、クマノミだ。クマノミ、暖かい海域を好んで生息するクマノミの一種。幼魚期には約3本の白い横縞があるが、頭部付近の1本を残し、他は消滅する。オスよりメスの方が大きく、禁煙種の隠れクマノミと比べると、その体色はやや黒っぽくなっていく。黒赤でかっこいい色してるよね。ね。イソギンチャクとは共生関係にある。イソギンチャクってやっぱみんな仲いいんだね。いる、イソギンチャク。いないや。よし。まあとりあえず、今回こんなもんかしらね。ちょっとアンベールだけちょいちょいしといて。アンベールだけしてポイントだけ稼いでおいて。なんか光ってる。アイテム見っけ。ナイヒール、戻るか。これ進んでんのかな、このゲームちゃんと。まあ、進んではいるのか、ちゃんと。つくも版見つけていてるしね。さあ、今回、うわー、ランクアップ、すごいよ。見てよ、今回。なんか、ついたね。アンベール成功すげえいっぱいあるし。ねえ。図鑑、サルベージ成功などなど。投破率も上昇。頑張りました。お金あんま儲かんないよな。ちゃんと、サルベージが足りないのかな、お金儲からない理由って。早く5月10日ならんかな、この、ダイビングやりたい。今、アンベール117。全然進んでないですね。鬼人ではだいぶ見つけたんですけど。さて、お宝図鑑見ていきましょうか。今回ゲットしたやつですね。これ、魅惑的な陶器。青と白のコントラストが魅力的な陶器。鈴の なんとか訳読めないです。磁器のような白さを表現しているぞっていう。あと、なんだろう、ハイヒールか。ピンク色のハイヒールだ。ヒール部分は非ごく使用感があるが、長年剥がれたものかも。剥がれたものが落ちてる。素敵なステッキ。誰かが落としたかも。お宝も埋まらんな。で、これだ、今回でゲットしたやつ。星3つ。中央に王冠と二股の杖が描かれてる。絵柄が細かく歪みが少ないぞっていう貴重な品ですね。こういうのを集めていかなきゃいけないのか。つくも版いつか埋まるんかな。でもこれさ、結局のところなんか攻略見なきゃ分かんないかもって言ったけど、あれだよな、人によってマップが違うんだよな。そういや、なんかあれだっけ、このオーシャン ID とか入力しなきゃいけないんだろうな、多分。すげえわかりやすいやつが。俺の ID でもどうぞ。はい。
ということで、じゃあ皆さん今回ここまでにしましょうか。さあ、ようやくランクは3に上がりましたが、まだまだアンベールは終わりそうにございません。次回ちょっともっともっと探索範囲広げて、ね、つくもパンも埋めながら頑張って進めていきましょう。はい、それではまた次の動画で。大体でした。おつっぱいよ。